どんどん行くわ。調子は？いや、元気です。はい。ちゃダメなんですよね。はい。はい、温熱は 39.0 です。平熱が 8.5。だから、まあ、若干高いですよね。でも、結構興奮しますよね。それぐらいは上がります。はい、ちょっとごめんね。はい、脈はしっかりしてます。ということは血圧も普通ぐらいあります。はい、お腹下がるよ。ちょっとわかんないな。結構筋肉硬くするんですけど、お腹痛い子は硬くするんだけど、緊張してても硬くするからさ。ここら辺はちょっと、はい、何歳だっけ、ちゃん。10月5日で、そうか、10月5日で7歳になるんですね。はい、7歳。じゃあわずかに聞こえるけど割といい感じですね、心臓の音はね。あ、そうですか。はい、あの東風道で心臓病がめちゃ多いですから、はい、7歳ぐらいから手袋が出てきますので、私の耳に薬入れて、いや、今入り口に今日は買ってるんで、多分ね、肛門腺が結構出ます。肛門腺はちょっと持ってないんですか。結構サンキュー。おー、すごい。すごい出た。まあ、なかなかでやっても出てこなくて。あ、本当だ。すごいですよね。これはすごい。まだ出ます、多分。ごめんね。えらいね、いちごちゃんね。これ、絞られるとめっちゃ嫌がる子が多いんだけど。家だと嫌がる。嫌で嫌がる。そうなんだ。一回こっち向いて、あと全然嫌がるわ。はい、ごめんね。これだもんね、今ね、一回部屋に入っちゃうとスイッチが入る時があるけど、最近入らん時もあるんでね。そうなんですか。そう。でも入る時もあるから、そこがね、ちょっと怖いとこなんで。一応、部屋に入る時は入れたんですから、つけさせてもらいます。歯の表面ですね、まずね。前歯と奥歯。奥歯は前臼歯と後臼歯があるから、後臼歯までやってほしいんですけどね。なんか後臼歯やるのはなかなかやりにくいんだ。表面と歯周ポケット。はい、歯の裏は、あ、やらしくる。あ、やらしくる。嫌がってるけど、なんとかやらしくれますね。で、ここに、ね、歯磨きしてここに血がついたらダメなんですよね。歯周病があるから、匂ってなくても全然血がつかないから、はい、いいですね。はい、じゃあお願いしますね。はい、わかりました。はい、お願いいたします。